ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは初球空振り。できれば低めを打たすところにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構え、そして打席には松田が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから、ピッチャーは踏ん張りどころですね。なるほど、そうですね。インローボール、